まして、あの全然音楽はあのやってないんですけど、オギーさんが誘ってくれます。で、その、毎回ちょっと歌を作ってくるんですけど、ちょっと拙いと思うんですが、聞いてましたと思います。映画監督としていろいろこう思ってることをちょっと素直に珍しく歌にしてみたいなと思いまして、最近はカマキリの、下半身、お尻に寄生虫が住んでまして、それのせいでカマキリが入水自殺する動画をずっと見ているんですけど、このことから発生する歌を作ってきました。ちょっと中学生チューニング習ってきたんです。 OK よいしょ。自殺する動画を見ている。トラックが渋滞の列に突っ込む動画を見ている。歌舞伎町のビルから人が落下する動画を見ている。津波で街が消える動画を見ている。6時には起きる、10時には寝る、6時には起きる、10時には寝る、10時には寝る、6時には起きる。子供たちが殺される、夢で目が覚める。その背景にある児童相談所の闇を暴く動画を見ている。気になって東横広場に行ってみたら、雨上がりでみんな楽しそうに布団を干していた。彼女たちの人生を想像する、想像して脚本を書く、それでお金をもらう。彼女たちの人生を想像する、想像して脚本を書いてお金をもらう。おこがましいな、津波の動画を見ている。原爆の写真を見ている。障害者の絵画を見ている。死刑囚の手記を読んでる。自殺した少女のブログを読んでる。宗教2世のドキュメンタリーを見る。東横キッズの話を聞きに行く。全部自分だったかもしれない。10時には眠り、6時に起きる。保育園に子供を送って、脚本を書く、脚本を
園に迎えに行く。子供が殺される、夢で目が覚める。ああ僕には何も起こっていないのに、想像してお金をもらっている。彼女たちには確実に怒っていった。ありがとうございました。